ラファエル・アルトゥニアンは、ソビエト連邦出身のフィギュアスケートコーチ。1957年ソビエト連邦グルジアトビリシ、生まれ。選手時代には著名な成績は残さなかったが、ソビエトスポーツマスターの候補にはなる。競技引退後アルメニア体育学校に進み、1985年まで、エレバンのフィギュアスケート学校で、ジュニア選手を育てる。 その後首都モスクワに招かれるが、その頃にはアルメニアに国際基準を満たすようなスケートリンクがなくなっている。2000年、アメリカ・ロサンゼルス近郊にあるトレーニングセンターのコーチとなりと米以降多くの世界的な競技選手のコーチを担当している。浅田真央さらなる高みへ、P10153、The New York Times 2010.0106。 ありがとうございます。